皆さんこんにちは。ホロニクスグループ異性会病院管理栄養士の吉山です。異性会病院では病棟に栄養士を配置しており、患者さん一人一人に合った適正な食事が迅速に提供できるような体制づくりをしています。また食欲不振などのある患者さんには個別対応を行い、栄養改善のサポートをしています。栄養指導ではスマートフォンで栄養管理のできるアプリを活用していただき、栄養指導時に内容の確認と病態に合わせた食事療法のアドバイスを行っております。また通信機器を使った栄養指導も合わせて行っております。それでは講座を始めます。本日は骨粗鬆症を予防して元気に長生き、骨を強くする食事とはをテーマとして、管理栄養士が骨を健康に強くする食事についてお話しいたします。本日の内容です。1、高齢者が要介護となる原因は。2、骨の働きについて。3、骨粗鬆症とは。4、食事の工夫と運動。5、まとめと進めていきます。まず平均寿命と健康寿命の差についてお話しします。こちらは厚生労働省の資料です。健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のことで、平均寿命、つまり0歳の人の平均余命、これが健康寿命と同じであれば、病気に苦しむことなく最後まで元気でいる、いわゆるピンピンコロリが理想的です。ここでは上のグラフが男性、下のグラフが女性です。赤色のグラフが健康寿命、青色のグラフが平均寿命であり、その差、赤の矢印部分は男性で約9年、女性で約12年あります。つまり介護が必要となる期間が長いということです。超高齢社会を迎え、さらにそれが加速する今、自力で日常生活を送ることのできる健康寿命を伸ばすことが社会的な課題となっています。では次に、高齢者が要支援や要介護となる原因を見てみましょう。一番多いのは認知症、次に脳血管疾患、高齢による衰弱と続き、骨折転倒は4番目に多く 12.5% となっています。ここで質問です。高齢者が転倒により骨折しやすく、介護が必要な状態になりやすい部位はどこでしょう。1、上腕骨、腕の骨。2、椎体、背骨や腰の骨。3、頭骨、手首の骨。4、大腿骨頸部、足の付け根の骨。ご回答ください。正解は4番、大腿骨頸部、足の付け根の骨です。実は先ほどの質問の選択肢にあった腕の骨である上腕骨、手首の骨である頭骨、背骨や腰の骨である椎体、足の付け根にある大腿骨頸部は、すべて転倒や加齢により骨がもろくなるなどにより骨折しやすい場所になります。転倒によって骨折することが多いのが足の付け根の大腿骨頸部です。ここを骨折すると手術や入院が必要となり、それをきっかけに寝たきりになったり認知症が進むこともあります。椎体の骨折は背中が丸くなり痛みが出るなど、生活の質を低下させる要因となります。骨粗鬆症は症状が出てから食事療法や運動を始めても骨を急に強くすることはできません。日頃から骨を強く保っておくことが重要です。次に骨の構造について説明します。骨というと
カルシウムを連想しますが、骨の体積の約 50% はコラーゲンで形成されています。骨はよく鉄筋コンクリートに例えられます。網目状をしたコラーゲンの柱の周りにカルシウムやリンがくっついて、強度とともに弾力性を保っています。骨を形成するコラーゲンの強さを表したものを骨質と言います。このコラーゲンの質が悪いと弾力が失われ、硬くても脆い、折れやすい状態となってしまいます。骨の強度はカルシウムなどのミネラル分の密度である骨密度が7割、コラーゲンの質である骨質が3割関係しており、骨密度、骨質、どちらも高い骨が強い骨と言えます。骨の働きを大きく分けると5つの働きがあります。1、体を支える。2、脳や臓器を保護する。3、運動の起点となる。これは骨と筋肉がつながり、関節が支点となることで体を自由に動かすことができ、実感として分かりやすいと思います。4、血液を作る。これは骨の中心部にある骨髄で血液を作ります。そして5、カルシウムなどミネラルを蓄える。これは必要に応じ血液に供給するためです。後ほど詳しくお話しします。骨密度についてもう少し詳しくお話をします。骨密度は骨の中にカルシウムやマグネシウムなどのミネラルがどのぐらい詰まっているかを数値化したものです。左の骨が正常な骨の状態です。骨密度が低下すると右側のように骨がスカスカの状態になり、脆く弱くなってしまいます。骨が脆くなっているかどうかを知る指標として代表的なものが骨密度です。含まれるカルシウムなどの量、骨量を測定し、骨の密度、強度を調べ、骨粗鬆症をチェックする検査があります。結果は若い人の平均値を 100% としたときに自分の骨の量が何パーセントかで示されます。骨密度が若い人の 80% 未満になると要注意、 70% 以下まで減ると骨粗鬆症と診断されます。極度なダイエットや偏った食生活の方や、特に女性は骨粗鬆症になるリスクが高いとされています。当院医誠会病院ではデキサ法という X 線を用いて前腕の骨密度を測定する検査を行っています。早めに骨密度検査を受けて自分の骨の状態を知っておくことが骨粗鬆症の予防につながります。定期的に検査を受けてみてはいかがでしょうか。では骨密度が低下するのはなぜでしょうか。大人になって体の成長が止まっても骨は常に新陳代謝を繰り返し、1年で全体の骨の 20-30% が生まれ変わっています。骨の新陳代謝は古くなった骨を溶かす破骨細胞と新しい骨を作る骨芽細胞の働きによって行われます。骨吸収という破骨細胞が数週間にわたり骨を溶かす作業を行い、その後数ヶ月にわたって骨芽細胞が溶けたところに新しい骨を作っていきます。これを骨形成と言います。ところが加齢や女性の場合は女性ホルモンの減少などの影響で骨の新陳代謝のバランスが崩れると、骨を溶かす破骨細胞の働きが強くなり、溶かされる骨の量が増えます。しかし骨を作る骨芽細胞の働きは変わらないので、破骨細胞によって溶かされた部分を埋めて骨を形成することができなくなり、脆い骨になってしまいます。一方で骨の働きでお話ししたように、
骨にはカルシウムなどのミネラルを蓄え、必要に応じて血液中に補給する大切な役割があります。体内のカルシウムの 99% は骨や歯を形成し、残りの 1% は血液や細胞など体内に広く存在します。カルシウムの摂取量が少なくなると血液中のカルシウム濃度が下がります。そうすると骨からカルシウムを溶かし出し、血液のカルシウム濃度を元に戻そうとします。これが続くと骨のカルシウムが減り、骨密度が低下し、脆い骨になってしまいます。ここで質問です。先ほどお話ししたように、骨密度が骨の中にカルシウムやマグネシウムなどのミネラルがどのぐらい詰まっているかを表すのに対し、骨全体に含まれるカルシウムなどのミネラルの量のことを骨量と言います。ではその骨量のピークは何歳ぐらいでしょうか。1番10から12歳、2番18から20歳、3番40歳、4番60歳。ご回答ください。正解は2番18から20歳です。骨量は加齢とともに変化します。こちらは年齢ごとの骨量の変化を表した図です。女性は18歳ぐらいでピークに達し、その後40代半ばまではほぼ一定ですが、50歳くらいから急速に低下していきます。これは女性は閉経後、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌量が急激に減少するためです。エストロゲンの分泌量が減ると、骨の新陳代謝のところでお話ししたように、骨を溶かす働きが異常に高まり、骨の形成が追いつかなくなり、スカスカの状態になってしまいます。そして男性も20歳ぐらいでピークに達し、40代を過ぎると加齢とともに徐々に骨密度が低下します。将来の骨粗鬆症は、若いうちに最大骨量を増やし、骨貯金をしておくことでリスクが低下すると言えます。そして骨粗鬆症を発症させないためにも、今の骨量をいかに低下させないかが大切となります。また加齢による骨自体の変化のみではなく、加齢とともに食事内容や食事量が変化したり、腸からのカルシウムの吸収が減るといったことも骨量が減少する要因となります。そのため高齢になっても骨量の低下を緩やかにすることで、骨粗鬆症のリスクを低下させることができます。それではここから今回のお話のメインである骨粗鬆症について説明します。骨粗鬆症とは、カルシウムなどのミネラル分の密度である骨密度の低下と、コラーゲンの質である骨質の劣化が影響し合って骨強度が低下し、骨折しやすくなる状態です。国内の骨粗鬆症患者数は女性980万人、男性300万人と増加の一途をたどっています。症状には、身長が昔より低くなった、背中や腰が曲がってきた、背中や腰が痛いなどが挙げられます。骨粗鬆症は自覚がなく、少しずつ進行し気づきにくいため、いつの間にか骨折として注意喚起されています。もしやと思ったら、一度医療機関を受診してみましょう。骨粗鬆症のリスクが高い人には、これらの項目が挙げられ、さまざまなものがありますが、避けられるリスクと避けられないリスクがあります。避けられるリスクは、低体重、低栄養、カルシウム、ビタミン D、ビタミン K の不足、食塩、リンの過剰、血色や変色、飲酒過剰、喫煙、紫外線不足、運動不足が挙げられます。避けられないリスクは、
人種、遺伝、性別、女性であること、閉経、加齢、華奢な体格、病気で卵巣切除が挙げられます。避けられるリスクである食事や生活面の管理、改善を行い、骨粗鬆症の予防につなげましょう。ここでは避けられるリスクにある食事の面のお話をしていきます。食事の基本は、その1、量、適量を食べる。その2、質、栄養バランスよく食べる。その3、取り方、規則正しく3食食べる。その4、健康補助食品だけに頼らないです。食事の適量とはどれぐらいでしょうか。必要なエネルギー量を計算することはできますが、それは机の上での計算であって、実際にそれが適量かどうかは実践し、経過を見ないとわかりません。ただし、経過を見て体重が増えない、減らない状態が摂取エネルギーと消費エネルギーが釣り合っている状態ということは言えます。骨粗鬆症のリスクとしては、特に低体重、低栄養の影響が大きいとされますので、しっかり食べて標準体重の維持を心がけます。次に栄養のバランスについてです。まず毎食取りたいものとして、主食のご飯、パン、麺、主菜の肉、魚、卵、豆腐など、副菜の野菜、キノコ、海藻などがあります。これらはなるべく毎食取るようにしましょう。次に1日の中の食事内容で考え、油を使う料理は1日1、2品まで、牛乳、果物を1日1、2品取り入れます。食事の際は、主食、主菜、副菜が揃っているかなと確認し、1日の振り返りで牛乳、果物を食べたかな、油や塩はどうだったかなと考える習慣をつけると、後の食事で調整しやすくなります。主食、主菜、副菜のおよその量についてです。主食はご飯なら毎食茶碗1杯で1日3杯を目安にします。体格によって必要な量は変わりますが、普通茶碗の8分目を目安に盛り付けると、だいたい 150g ぐらい、1合の半分程度の量になります。主菜は毎食1皿で、1日に3皿です。1皿の目安は、お肉の薄切りなら3枚程度、お魚の切り身なら1切れ、卵なら1個、豆腐なら3分の1丁程度です。副菜は毎食1から2皿で1日に5皿取りましょう。次に取り方についてです。栄養素は必要以上に摂取しても消化管から吸収されないため取りだめはできません。1日3回規則正しく食事をとることが大切です。1回に食べられる食事量が少ない場合などは間食なども取り入れると良いでしょう。次に、健康補助食品だけに頼らないです。いわゆる健康補助食品の利用は、普段の食生活の不足を補ったり、良くするためのものだと考えます。健康補助食品を取っているから、他は気にしなくても大丈夫ということではありません。食事から栄養を取る工夫をしていただいた上で、補えない分をサプリメントで補助するという考えで摂取していただくと良いと思います。次に骨粗鬆症予防のための食事の工夫について紹介していきます。食品を選択する際に参考にしましょう。まずはカルシウムについてです。カルシウムの推定平均必要量は日本人の食事摂取基準2020年度版で
成人男性で600から 650mg、 成人女性で 550mg とされていますが、これは今まで平均的にしっかりカルシウムの必要分が摂取できていた方を想定しています。日本骨粗鬆症学会骨粗鬆症の予防と治療のガイドライン2015では、カルシウムの摂取推奨量は1日700から 800mg とされています。つまりカルシウムの多い食品を普段の食事の中でしっかりと取り入れていく必要があります。ではカルシウムを多く含む食品にはどんなものがあるでしょうか。まず牛乳、ヨーグルト、チーズなどの乳製品、納豆や豆腐、厚揚げなどの大豆製品、シシャモ、シラス干しなどの小魚にも多く含まれます。またほうれん草や小松菜のような緑黄色野菜、海藻類にもカルシウムが豊富です。カルシウムの多い食品を手軽に取り入れるには、まずは牛乳、ヨーグルトなど乳製品がおすすめです。牛乳にはコップ1杯で 220mg、 先ほどの摂取推奨量の約4分の1ものカルシウムが摂取できます。また調理せずに摂取ができ、吸収率も高いです。1日の中で 1,2 品の乳製品を取り入れましょう。乳製品は朝食にとるという方も多いかもしれませんが、骨粗鬆症の予防には骨形成の盛んな夕方にとると効果的です。牛乳を飲むとお腹がゴロゴロする方は、乳糖の少ないヨーグルトやチーズがおすすめです。乳糖があらかじめ分解された乳製品も販売されていますので、取り入れてみてはいかがでしょうか。食事では主菜にイワシなどの魚や豆腐、納豆、副菜に小松菜やひじき、わかめなど、汁物にしじみなどカルシウムを多く含む食品を取り入れてみましょう。ここでカルシウムの多い注目野菜を紹介します。一つ目はつるむらさきです。ほうれん草やモロヘイヤに似た葉物野菜であり、同じくカルシウムが豊富です。食べ方としてはお味噌汁やおひたし、炒め物など様々な料理に合うお野菜です。2つ目はおかひじきです。見た目は海藻のひじきに似ていますが、野菜です。シャキシャキとした食感が特徴で、茹ですぎると食感が失われるため、さっと茹でて酢の物や和え物にするのがおすすめです。どちらもいろんな食材と組み合わせやすいため、ぜひ取り入れてみてください。骨の健康のために摂りたい栄養素はカルシウム以外にもあります。カルシウムを吸収しやすくするため、バランスの整った食事を取り入れましょう。ビタミン D は腸でのカルシウムの吸収、代謝を促進させるのに必須で、魚類、キノコの干し椎茸やキクラゲに多く含まれます。ビタミン K はカルシウムが体外へ排出するのを抑え、カルシウムを骨へ沈着するのを助ける働きをします。納豆や葉野菜に多く含まれます。ただしビタミン K は血液を固まりにくくし、血栓ができるのを防ぐワーファリンなどを服用されている方は、薬の効果が弱まるため摂りすぎに注意が必要です。ビタミン D は食事から摂るだけでなく、日光浴をし、皮膚に直接太陽光が当たると体の中で作られます。作られたビタミン D は肝臓、腎臓で代謝され、活性型ビタミン D になります。このビタミンが食事として摂取したカルシウムを必要なだけ血液中に吸収する助っ人となって活躍します。そのため血液中のカルシウム濃度が一定に保たれ、骨からカルシウムが溶け出すことを防いでくれます。適度に日光浴を行いましょう。目安は1日15分程度で、夏は直射日光に注意して木陰などで行います。また骨を強くするためには、食事以外にも適度な運動を行うことも大切ですので、
ウォーキングなどを取り入れてみてはいかがでしょうか。続いて、骨の健康のために避けた方が良い事柄をお話しします。まず、リンの過剰摂取です。リンはハムやソーセージなど肉の加工品、かまぼこ、ちくわなどのデリ製品、カップ麺などの加工食品に多く含まれ、過剰な摂取はカルシウムの吸収を妨げます。同じく食塩やアルコールも過剰な摂取はカルシウムの吸収を阻害します。加工食品などに偏った食事は避け、減塩と飲酒は適量までを心がけます。また、喫煙が癌や心筋梗塞、慢性閉塞性呼吸器疾患のリスクとなることはよく知られていますが、他にも女性ホルモンの作用を弱めたり、カルシウムの吸収を邪魔するなど、骨粗鬆症、骨折のリスクにもなりますので、禁煙をお勧めします。まとめです。骨を強くする食事と生活とは、1、食事は適量バランスよく、3食規則的に摂取、骨に関わる栄養素のカルシウム、ビタミン D、ビタミン K を意識して摂取する、リンや食塩、飲酒の過剰、喫煙など避けた方が良いものにも注意しましょう。そして2、1日15分程度を目安に太陽の光を浴びましょう。それではご質問、感想、要望コーナーに移ります。早速ご質問ありがとうございます。栄養素の取りだめができないということですが、1日の間に不足を補うことは可能ですか、という質問をいただきました。毎食バランスの良い食事を取れれば理想的ですが、実際には難しいと思います。ご質問のように1日の中で分けて補うようにしてもらっても良いですし、それが難しければ数日から1週間ぐらいで栄養バランスを調整していただければなと思います。次の質問です。カルシウムがたくさん摂れる食べ合わせの良い食べ物はありますか、という質問をいただきました。本日のお話にもありましたが、焼き魚や大豆製品を主菜に、海藻や青菜などを副菜にするとカルシウムが豊富な食品の組み合わせになります。ビタミン D やビタミン K が吸収率を高めるというお話もしましたので、キノコやブロッコリーを組み合わせればさらに良いと思います。次の質問です。カルシウムが豊富なおすすめのメニューはありますか、という質問をいただきました。茹でて刻んだモロヘイヤに納豆としらす干しを加えたメニューはいかがでしょうか。カルシウムとビタミン K が豊富なモロヘイヤに、同じくカルシウムとビタミン K が豊富な納豆、ビタミン D が豊富なしらす干しの組み合わせでカルシウムの吸収もアップします。それではお時間になりましたので、このあたりで質問コーナーを終了させていただきます。本日のお話しした内容が皆様の日々の健康に役立つ情報であれば幸いです。本日はご参加くださりありがとうございました。シルクセリシン配合の基礎化粧品セリサススキンをぜひお試しください。